バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜はバニラスカイ第8回目の放送を迎えることができました。今夜もゲストっぽい石さんと一緒にね、お届けしたいと思います。こんばんは。こんばんは。石さんよろしくお願いいたします。石さんはね、サウンドプロデュースでよくお世話になっておりまして、ギタリストで作曲家でアレンジャーでございます。ね、こんな素敵な石さんと今日はちょっとこういう話をしていきたいなと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。まず1曲目はですね、そんなね、今日熱い気持ちの陽子にぴったりなナンバー、愛実という曲をお届けしたいと思います。この曲はね、どんなあなたでもどんな私でも聴いていただくと何かかしらね、こう思い合える、通じ合えることがあるんじゃないかなっていう、そういう気持ちで今日はこの曲をね選曲しました。ではお聴きください。愛実。夢を見た名前穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、瞬き一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中に、この胸の中にずっと。愛実お聴きいただきました。この曲ね、私大好きな曲なんですけどね、ぜひね、寝る前とかね、子供たちがね子守歌代わりにね聴いてくれてるみたいなので、ぜひ、はい、大事な方とゆっくりとしてね、お聞きください。ではね、今日はメッセージいただいてますので、早速、嬉しいですね、メッセージ ね、よかった、嬉しいです。読みたいと思います。ようこのバニラスカへリクエストです。曲名はキス&ハグアルバムからインフィニティ。コロナ禍の昨今、ようこさんの歌声で元気をもらっています。どんな場所でも咲き誇って自分の中の自分を見つけ出す、なんという深い歌詞。人それぞれ生活の場所や仕事も違います。その場所、その時、その置かれた状況で全力で生き抜く、そんな歌を聴けばへこたれてなど折れません。陽子さんも活動が思い通りにできない日々でしょうが、どんな場所でも応援しているファンがいます。頑張ってください。ラジオネームけんけんさんよりいただきました。けんけんさん、ありがとうございます。
ね、このインフィニティはイシーさんが作ってくださって私歌詞を書きましてね、最新アルバムのキスハグにもね入ってますけど、もともとはねセカンドシングルに収録してるんですよ ね。鹿児島県のね、あ、沖縄もさ、あの鹿児島の各島々とつながる フェリーがありますけど、私もね何度か利用したことあるんですが、あの鹿児島の私の地元志布志市という場所から沖縄、ごめんなさい、大阪ね、大阪をあのフェリー桜サンフラワーっていうね、サンフラワーっていうフェリーがねつなぐんですよ。でね、私はこのインフィニティの歌詞を書いた時はね、子供たちでもねこの曲を聴くと、あ、今の自分で頑張ればいいんだっていうね、なんかこうシンプルな勇気づけられる曲をね目指して、分かりやすい歌詞を書いたつもりなんですけど、このねコロナ禍ってこういろんな情報があってさ、人の気持ちもぐちゃぐちゃになっちゃうし、なんていうの、このなんていうのかな、こう目の前で起きていることに対処するエネルギーも必要ですしね、うん、だからこのインフィニティはね、こうケンケンさんはじめ多くの方のね力になったら嬉しいなって思ってたので、このリクエストはとっても嬉しいですね。え、ね、で、うん、そうですね、今、うん、今ちょうど合う歌だよね。そうですね、歌詞も合いますね、うん、そうで、このインフィニティもですし、よくの曲で Believe っていう曲もあるんですけど、私ね、なんかこう自分がいろんな方に支えていただいて応援していただいてるからね、こう何かこう皆さんの応援ソングにならないかなと思っていつも歌詞を考えるんですけど、ま、リリースしてる年が違うので、今ね私こうなんていうのかな、まあ、33歳がさチアガールみたいな感じで応援はできないけど、曲ではさそのくらいもキャピキャピさ、こうみんな頑張ろうぜみたいな応援ができるんじゃないかと思って、まあね、歌って歌詞を作ってそれを、ね、うんうん、みんなに届けて、そうです ね、それがちゃんと届いてると嬉しいよね。嬉しいです ね。なのでね、石井さん、あの最新曲としてチアっぽいね、あの可愛い女の子たちも一緒に口ずさんで応援してくれるようなね応援ソングが欲しいなって最近思ってるんですよ、ね、作りましょう、作りましょう、よろしくお願いします、うん、なので今当面の陽子の課題は、英語の曲を作る、そしてそしてあのチアみたいなね、こうキャピキャピとね、あの応援、皆さんを応援できる、そう元気づけられる曲を作る、そう、そして私もアレンジができるようになりたいということで、なんか私の宣言会になりましたけれども、ケンケンさんありがとうございます。では皆さんパワフルに生き抜きましょう。陽子でインフィニティ。どんな場所でも咲き誇って、自分の中の自分を信じよう、全ては叶ってゆく心のままに。いいよね、インフィニティ、いい曲だ、
曲だ。この曲ね、実はキス&ハグっていうフルアルバムに入れた時にはちょっとアレンジ変えていただいたり、歌も歌い直したりとかいろいろしてるんですね。でね、もともとギターじゃなくてシンセサイザーの音だったね、素敵なキャッチーなメロディーがね、ギターソロに変わってますので、そういう違いもね、ケンケンさんはじめ皆さん、見つけてもらえると嬉しいですね、うん、でね、ヨーコ実は、2月末に入りまして、2月の最終週に5本ステージやライブがあります。で、鹿児島のライブもね、1年ぶりなんですけど、なんと今夜、多分今このラジオが放送されている中ですね、そう、終わったかな、ま、うん、そう、久しぶりの1年ぶりのライブがありまして、終わる頃ですね、そうそう、あったんですよ。で、まあ、そのさ、ライブもだし、で今度明日は、陽子のオフィシャル YouTube、 そして鹿児島のね、 KKB 鹿児島放送さんっていうテレビ局の公式アプリカプリオでね、ヨーコのチューズハピネスっていうイベント、企画ですね、生配信ライブご視聴いただけますのでね、そちらもお楽しみいただけたらと思います。アコースティックで、はい、今回はサウンドプロデューサーのこの石井さんとねのギターと、いつもお世話になってますピアニストの真由美さんのピアノで3人でアコースティック3人でって何ですかこれね3人でアコースティックライブをお届けしますので、ぜひね、ヨーコオフィシャルっていうかね、 YOKO ヨーコ鹿児島でヨーコの YouTube 出てきますので、フォローまだねされてない方、チャンネル登録ぜひお願いいたします。でね、今日はもう一つお手紙メッセージいただいております。早速お読みします。ヨーコさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。ツーズーシク3度目のお便りをします。カズさんです。お便りいっぱい回ってますとのことでしたので、これからはどんどん送りますね。先々週、なんと私の娘のお便りがバニラスカイで読まれたので、もうびっくらこきました。びっくらこきましたって皆さん、うん、びっくらこいたは共通ですかね、え、世界共通、びっくらこいた、大丈夫ちょっとごめん、面白かった、びっくらこいたんだ。そう、このカズさんがね、メッセージくださって、その翌週カズさんの娘さんからね、番組にメッセージいただいてね、嬉しかったです ね、 ね、あの回も ね、はい。で、あ、カズさんがね、で、陽子さんを家族ぐるみで応援しているとはいえ、なんか陽子さんの番組を私用で使っている気がして、恥ずかしいやら申し訳ないやらでしたびっくらこきましたってね、かわいいわやっぱり。実は、あ、そうそう、実はあの放送の後、娘が体調を崩し、私も腰痛でなかなか看病にも行けなくて、あの時の放送を YouTube で何度も見てはうるうるしていました。先日やっと行けて、娘も元気になってきたので一安心しているところです。そうそう、鹿児島から延岡へ列車の長旅、過去片道3時間超えだったので、陽子さんの曲をたくさん聴きながら気を紛らわしていましたよ。20曲以上あるんですね、たくさんあるから飽きることなくライブみたいでした。お世話になりました。今回のリクエストはマイブルーデイをお願いします。この曲は陽子さんがライブでよく歌っていらして、私も大好きで歌詞をほとんど覚えて一緒に歌っています。早くまた一緒に歌いたいと願いを込めてリクエストしました。どうぞよろしくお願いします。まだまだ寒い日が続きますが、お体に気をつけて頑張ってくださいね。カズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも、ね、応援していただいて、ね、いつも応援していただいて嬉しい、うん、鹿児島から延岡って宮崎県ですね、ね、そうだね、列車長旅3時間かかりますね、延岡はね、うん、車で行ってもかかりますからね、うん、そうか、やっぱりね、お母さん娘のことになるとさ、もう自分のこと顧みずにさ、もう動いちゃうじゃん。私もそうなんだけど、まあ、皆さんそうですよね。大事な方のこと思うとさ、心が動くからさ、体が動いて、その後頭が動いてみたいなことですけど、でもカズさんさ、そんな思いがいっぱいな時に体がね、体調を崩されて動けなかったのもね、しんどかったですね。娘さんも元気になられて、ね、よかったです ね、 よかったよかった、うん、やっぱ健康第一ですから ね、 ね、うん、
そう、じゃあね、ライブに来てたで一緒にね、そうそうそう、いい、ね、そうですね。私もさ、たまにこうあの体の不調がある時が、ここが痛いとかいう時があって、そしたらお世話になってる整体の先生がね、横さんって、早く治さないとライブでタオルが触れないでしょっていうわけ確かにそうだなと思ってね。だからまあ私も本当ね、そういう風にこう、あ、これのために健康大事だなってこう生活に置き換えると、やっぱ健康でいなきゃとか、今ちょっと我慢して休んどかないきゃっていうね、やっぱそういう考え方大事だなと思いますので、ぜひね、皆さんもお体ね大切にされてくださいね。ではこのマイブルーデイ、リクエストいただきましたマイブルーデイも、キス&ハグという最新アルバムにはかっこいい形で、もう本当ねライブ感満載で、発信しておりますので、今夜はそのもうライブバージョンみたいな方のマイブルーデイをお届けしたいと思います。イッシーのかっこいいギターにも注目です。ではマイブルーデイ、ようこもノリノリでお届けしておりますマイブルーデイ。この曲はですね、いちほさんっていうね、あのお姉さん分シンガーソングライターのね、とても素敵な、本当にね素敵な方がね、一緒に歌詞を書いてくださったんですけれども、まあね、若い時はね、もうちょっと若い時は恋バナとかよくしてて、まあいちほさんとの恋バナはね、なんていうのかな、クリエイティブな恋バナなんですよね、そういう恋バナがこうマイブルーデイの歌詞になったんですけれども、やっぱりね歌うたびに思うんですよ。私さよならは言わないまま忘れられないキスしてなんて思わない女なのでねそう、本当ね、ライブでも言ってお客様が笑ってらっしゃるんですけれども、まあ、私さ、もう終わったら終わりじゃんっていう人間なので、だからもう最後にキスしてなんて、そんな可愛いこと言える女ではございません、ございません。石井さん、そこ笑うとこですけど、聞いてます？聞いてますよ石井さんどうですか？何がですか？そのもうこれが終わりだ、キスしようみたいな感じ？ないですね。ないですねそう、多分大概のほとんどの方がね、ないと思うんだけど、でもさ、歌詞にするとなんていうの、違和感がない、このなんていうの、素晴らしい、素晴らしさ、ね、うん、決して自分にはそこになんていうのかな、経験がさ、同じ経験がなかったりとか、自分の価値観にはないのに、歌詞になるとなんでこんなになんていうの、みんなと一緒に通じ合えるのかなって、すごく不思議ですよね。不思議だ、不思議不思議。それでさ、石井さんにもさ、こう私は自分が考えてることを、まあなんていうのかな、初めて歌詞を見ていただく時とか、なんか私の恥ずかしいところを見せちゃうみたいな気持ちなんですよね。そうそう、だけど自分が経験していないことに関しては、石井さん、私こう思うんですけど何がないですかとかさ、で自分が今まで歌詞で使ってた言葉とは表現変えたいけど思いつかないっていう時は、結構石井さんに泣きつきますよね、うん、もう結構いろいろ思うね、そうそうそう、いくつか出してそうそう選んでもらえばいいけど、そうそう、だいたいそれをヒントにしてさ、選ばれない、ね、皆さん聞こえましたあの俺はいつも陽子が泣きつくから、いっぱい言葉を出すのに、いつもその言葉は使わずに、それをヒントにして歌詞を書いている、その通りでございます。
この場を借りして謝りましょう。いいことですよ。いいことですよね、うん、そうなのよ。でさ、うん、そこでさ、例えばさ、イッシーさんはなんで俺が書いた歌詞使わないんだよとか言う人だったらさ、いやそれはそうだし、私もなんでイッシーさん、あの、なんていうの、もっとこういう言葉はくれないんですかとか言ったら、またそこはクリエイティブじゃないんですよね。こうちゃんと私たちの間では、まあ、大概私のわがままを石井さんが受け止めてくださってキャッチボールしてくださるんですが、それがほら、ね、スムーズにできるからさ、私もストレスフリーだし、まあ、石井さんのストレスは分かりませんよ、うん、まあそこはいいでしょ、うん、なのでそれはアーティストの方がね、気持ちよく、ね、アーティスト、うん、歌ってもらったりとかさ、そうそう、そこを手助けするのがね、そうですね、仕事です。うん、でさ、まあ石井さんとは25、6個違うんですけど、私は娘と20個違うんですね。だから石井さんにいただいてる、石井さん方にいただいているこのいろんな経験や気持ちとかを次の世代に残さないといけないと陽子ママは思うわけですよ。そうした時にね、なんていうのかな、やっぱりいろいろ勉強になりますし、で何、あのいきなりほーって、ね、で石井さんだけでなく、うちの両親とかさ、まあいろんな方の気持ちが自分の中に残ってて、これってさ、時間が経てば経ってばさ、やっぱり出会いと別れの繰り返しだから、なんていうのかな、まあいつでみんな一緒にいれる時間ってなくなるわけじゃないですか。だから私はこういう感謝するね、自分の中にある言葉、思いをね、どうやったら、まあ、うちの子に残せるかとか、次の世代に残せるかって考えて行動してて、まあ、そういう歌詞とかをね、やっぱり最近の曲にはね、込めることがありましてね。だからまさしくこう、自分が経験していることを、私何々しました、こうしましたじゃなくて、こうしたらいいんじゃないっていう風に表現したのが、まあ、ラブレターズのだね、自分の中の言葉の種見つけたのって、あなたの中の言葉の種育てようみたいな歌詞になったんですけれども、なのでね、あの歌詞は石井さんがいなかったら、あの思いつかなかったなって思ってますよ。うん、まあ、そういう時もありますよ、うん、そうですね、うん、なんかのきっかけでだいぶね、いろんなことが浮かんでくるし、うん、そうですよ ね、音楽の仕事だけじゃなくても一緒だからね、そうですね、うん、本当ね、だから無駄なことって本当何にもないんですよ。まあ自分の中で後悔したりとか、あ、そうじゃないのにって、まあ、例えば言い訳したいこととかもみんなあるでしょ、うん、だけどさ、そこでこう誰かを守るから言えないとか、何かのタイミングでさ、それを知ってもらうとかって、まあ未来にはあるかもしれないじゃない。だからとにかく私はまあ自分の大事な人がね、こう傷つかないでいられるように誠実でいたいなとは思うんですけれども、まあそう、まっすぐね、器用に生きていけない、でもこれこそ歌詞を書くスパイスなのかなとも思ったりね、うん、します ね、うん、そうそうなのよ、皆さんそうなのよ。だからね、皆さんにどんな曲が愛されるのかなって、あの思う気持ちももちろんあるし、まあ、やっぱり売れたいっていうのはもちろんありますからね。売れることによって私はいろんな方にあの恩返しできるかもしれない。でも恩返しなんてさ、そんな、なんていうの、上からの言葉じゃなくて、自分がさ誰かの役に立つと思うんですよ。涼子っていうアーティストコンテンツがいろんな方のね、音時間に役に立つなら早く売れたいなって思うんですけど、でもね、歌詞書くときはね、やっぱりね、人が傷つかないようにしたいなって思いますしね。やっぱ経験だけじゃなくて、それプラスね、うん、いろんな、まあ、社会情勢でも、まあ、いいんだけど、そうですね、いろんなことが必要になってくるもんね。そうですね、うん、なのでね、ぜひあの皆さんの大事な曲ね、あの好きな曲とかさ、うん、大人になるところにね、あの陽子のいい曲が増えたら嬉しいけど、でも陽子の一曲にまだ出会えずにいたら、私は頑張って曲を発信しますのでね、ぜひ皆さんもいろんな楽曲に癒され、うん、そして愛し愛されでね、そう、皆さんらしくね、このコロナ禍乗り越えてハッピーにいきましょう、ね、まだまだいい曲をたくさんね、そうですね、作っていかないとね、ですね。今日はね、コーナーとしてこのハッピーものっていうのにね、ちょっと石井さんと音楽について語れたらなと思ってたんですけど、もう勝手に語ってました。なので今日のハッピーものの時間、うん、いきますよ。ハッピーもの、ハッピーものは陽子が来てます。じゃーん、スティービーワンダーとピーナッツがコラボしている
トレーナーです。めっちゃ可愛いでしょ。可愛い、可愛いでしょ、うん、この T シャツあったら俺も欲しいでしょ。これね、実は女性の、あのアパレル、女性ものしか販売してないところのブランドだったのでね、あのもしこれにメンズがあったら、イッシーさんにも、そしてまゆみさんにもさ、でさ、ね、みんなでキーボードのまゆみさんにも来ていただいて、もう衣装にしましたよね。ぜひあの、どんなトレーナーなんだ、トレーナーなんだっていう方はね、あのギノ FM ギノワンの YouTube か陽子の YouTube で見てみてください。これ実はさ、コーラスでお世話になってる東京にいらっしゃるゆうこさん、ゆうこさんに紹介したら、ゆうこさんがめっちゃ欲しいってなってくださって、ゆうこさんお友達の方にもプレゼントされて、そう、みんなでね、こうみんなでこのスティービーワンダーのトレーナーでハッピーの輪が広がっております。いいよね、うん、これめっちゃハッピーものです、はい、ぜひぜひあのラジオお聞きの方は見て見て見て、本当に見てほしい、ということで、あっという間にバニラスカが終わってしまいますが、来週もイッシーさんが登場してくれたら嬉しいな。おお、ということで、メッセージやリクエスト797@fmginowan.com宛てにお待ちしてます。では皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーでありますように。せーの、バイバイハッピー。